はじめまして、今日は作文の宿題、今回の宿題でね、こちらの文章はこの、作文のこと当たるかどうかね、僕にもし当たったらこのマークですね。でもし間違ったらこの感じで、これ丸、ああ忘れた。例えば1ですね。1,2,3,4,5 までです。プロテ、あれ？プロチチョン、あ、すみません。プロチチョン、カンボジア。あ、プロチチョン、カマイがいい。プロチチョン、カマイ、カンボジア人という意味です。プロチチョンは、チンでしょ。カマイはカンボジア人。プロチチョン、カマイ、アップスコア、これはダンクナウ、ヤシの木ね、ダンクナウって、スコアは知ってます、アップスコアは知らない、ニョロニョロって、カンボジア人はヤシの木が知らないという文章だね、これね。上の作文当たるかどうかね、もし当たったら、こんな感じで。で、この作文間違ったら、こんな感じでね、こんな感じですね。はい、で、これは書かなくてもいいんですよ。マイルを送るときは、例えば1でこんな感じで、1はこんな感じ、2はこんな感じとか、3はこんな感じとか、はい、それだけがいいです。だから1は、カンボジア人はね、ヤシの木のことを知らないという文章ですね。上の作文当たるかどうかね。OK、2。なうプロテカンブチアプサウビンダンナオテなうプロテカンブチアプサウアプサウはあまりえミンあまりがないことですね。アプサウミンあまりない。でダンナオヤシノキニョニョワテカンブチでヤシノキがあまりないですという意味です。3、Now, プロテタイ、これプロテタイね、タイの国。Now, プロテタイ、Now, プロテベトナム、ミエダン、ナウ。タイとベトナムの国は、ヤシの木がありますという意味です。4、ダン、ナウ、アッミン。ダン、ナウ、アッミン。プロ、ヤウ、プロ、ヤウって、プロ、ヤウは、立ちます。役に立ちます。役に立ちます。プロヤーに。あ、すいません。ミエン。ミエンプロヤーはね、ミエンプロヤーは役に立ちます。あ、ミエンプロヤーは役に立てない。ヤシの木は役に立てないという意味です。OK、5。ダンクナウ、ミエン、ニー、ナンチモール、メスとオス。ヤシの木はオスとメスがありますという意味です。はい、お疲れ様ですね。ここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。